平野紫耀、EA アッターリーんをおそい私服でファンを魅了。まるで、ペアルックなツーショットツーショット。ジャニーズアイドルグループ、キングプリンスのメンバーであり、俳優としても活躍する平野紫耀が、ダンサーで振付師のリーハタトップのツーショットを自身のインスタグラムに公開し、ファンの間で話題となっています。 この可愛らしいペアルックな私服姿にファンたちは大興奮し、二人の関係に様々な期待が寄せられています。今回は、平野紫耀とリーハタへのツーショットについて詳しく掘り下げ、ファンの反応や予想についても紹介します。1、平野紫耀とリーハタへの関係。平野紫耀とリーハタへの関係は、音楽活動における共同作業から始まりました。リーハタは、 キングプリンスへの楽曲、一番と月読みの振り付けを担当し、そのダンスパフォーマンスはファンに高く評価されました。この共同作業をきっかけに、二人の交流は深まり、リーハタは平野仕様のインスタグラムにたびたび登場し、共に撮影した写真を投稿してきました。に、可愛らしいペアルックな私服。 平野紫耀が最近自身のインスタグラムに投稿したリンハタとのツーショット写真が話題となっています。この写真では二人がお揃いの私服を身につけており、まるでペアルックのような印象を受けます。平野紫耀はキスニックの T シャツを着用し、さらにはお揃いのニューエラキャップも、ラークを持っています。この私服姿に平野紫耀は私服かぶってますショウ。 というコメントをつけ、ファンたちに微笑ましい瞬間を提供しました。3. ファンの反応。平野市用とリーハタへのツーショット写真が公開された後、ファンからは多くの反応が寄せられました。特に、平野の服装が以前のインスタライブで着用していたものと同じであることから、 この写真が8月30日のインスタライブの際に撮影された可能性が高いとの予想が広がっています。ファンたちはこの写真をきっかけに何か起きそうでワクワクしています。と興奮してより二人の関係について様々な憶測を巡らせています。4. リーハダへの最新活動。一方、 リーハタは最近、お台場の特設ステージで開催されたヒッツホープイベント、ザ・ホープ2023に出演しました。このイベントで、リーハタはラップ、歌、ダンスなど、多彩なパフォーマンスを披露し、たくさん万人の観客の前でステージに立ちました。リーハタを自身のツイッターでこの経験について、感謝の気持ちを綴り、こんにちはさん万人の前で人生初。 ラップ、歌、ダンス、を披露。たくさん挑戦を込めてぶちかましました。終わった後涙止まらなかった。号泣。久しぶりに酔いんでこんな抜け殻。感謝で泣けてきます。と述べました。さらに、リーハタは同じ投稿で、平野の仕様のインスタグラムもチェックするようファンに伝え、二人の交流をアピールしています。5。今後の期待。 平野紫耀とリーハタへのツーショット写真がファンの注目を集めた今、ファンたちは今後の展開に期待を寄せています。特に、二人の関係がどのように進展していくのか、音楽やダンスの共同プロジェクトがあるのか、ファンたちは興味津々です。 リーハタへの最新のパフォーマンスでファンは彼女の活動にも注目し、彼女とヒラの仕様の共演についての噂が広がっています。結論。ヒラの仕様とリーハタへの可愛らしいペアルックな私服姿がファンの間で話題となっています。彼らの共同作業や交流は音楽シーンで注目されており、今後の展開に期待が高まっています。 ファンたちは二人の関係や共同プロジェクトについての情報を楽しみにしており、その未来にワクワクしています。平野耀とリーハタへの素敵なツーショットがファンたちにとって特別な瞬間となっています。